はい、皆さんこんにちは、しのたんです。ちょっと動画に入る前に少し重大なお知らせがあるので、ぜひ聞いていただけたら嬉しいんですけれども、もうインスタグラムとかでは発表しているんですが、 YouTube ではまだ発表していなかったので、この動画の前に一つお知らせがございます。9月の15日から9月の22日まで、私がプロデュースしているアベンモアというアパレルブランドのポップアップをすることになりました。めちゃくちゃ嬉しいんです。本当にやっとまた皆さんに実際に見ていただける機会を作ることができました。今回も新宿ルミネエストの3階のポップアップスペースというところでやります。営業時間とかはルミネの営業時間と同じです。今回そのポップアップをするにあたって、どんなアイテムを置くのかっていうことなんですけど、今ネットでソールドアウトになっているものも予備分とかで在庫が少しあったりするので、そういうのも少量持って行ったりします。結構ね、あのお問い合わせもいただく商品とかもご用意してあったりするので、それはなくなり次第終了っていう感じになってしまうんですが、なのでぜひお早めにチェックしに来ていただけたら嬉しいです。で、それ以外だと新宿ルミネ限定の商品だったりとか、あとは AW の先行予約受注販売をするので、それの試着と予約ができるという感じでございます。で、その先行予約のものなんですけど、それはオンラインでも販売をする予定なので、来れないよっていう方もぜひ安心していただけたら幸いです。実際に着てみて試着してから予約ができるという感じの機会になっております。詳細などは当日のポップアップ始まってから随時公式のアカウントでストーリーとかも更新していく予定なので、ぜひぜひチェックしてください。今回も前回と同様ノベルティがあります。1万6000円以上ご購入していただく方には、アベンモアの 4B っていうロゴがあるんですけど、あのロゴが入ったコンパクトミラー、このぐらいの手持ちでも持っていけるような鏡をノベルティとしてご用意してます。それ以外の方には来てくれたお礼としてステッカーみたいなのもご用意がありますので、ぜひお楽しみに。で、あと2つあるんですけど、まず1個目が今最強デニム第2弾を実際に進行していまして、それのサンプルをご用意しております。なので実際にちょっと試着してみて、サイズ感なども試していただけたらなと思うんですが、このデニムはオンラインサイトで後日販売予定です。今回その足をね、せっかく運んでいただいたということで、その最強デニムに使えるクーポンも来てくれた方限定でお渡しがあります。で、あともう一つが、今実際に企画、商品企画を進めているレザージャケットがあるんですけれども、私の最初のアイディアの段階の絵だとこんな感じのレザージャケットなんですが、これを実際に店頭に置いて、で、まだこれはちょっといろいろ修正とかもね入るので完成ってわけではないので、実際に皆さんに店頭で着ていただいて、みんなからの案みたいなのを募集しようかなっていうふうに思います。だからちょっとこう着てみて、ここはこういったデザインがいいなとか、もうちょっとサイズ感がこうだといいなとか、なんかそういうみんなからの実際にお声をいただいて、それを元にいろいろ修正していくみたいな感じで作っていこうかなって思っております。で、そのアンケートに参加していただいた方の中から2名の方に実際に出来上がったレザージャケットをプレゼントするっていう企画も考えておりますので、ぜひぜひ皆さんこの機会にアンケートをじゃんじゃん書いちゃってください。はい、ということでお知らせ長くなってしまったかもしれないんですけれども、ルミネでのポップアップ2回目ですね。今回8日間あるので、ぜひぜひご都合の合う日にちがありましたら来てくれると嬉しいです。私もゲリラでまた訪問するという形にはなるんですけれども、店頭に立つ時間もありますので、みんなに会えることを楽しみにしております。今回本当にたくさん可愛いアイテムあるし、いろいろと頑張っていますので、一人でも多くの方に実際に足を運んでいただいて見ていただけたら嬉しいです。友達誘って一緒に来てくれたりとか、もちろん一人で来てくださる方も前回もいたので、とても嬉しいので、ぜひ皆さんお待ちしております。ということで長くなっちゃいましたが、本編へどうぞ。はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、シーズンごとにやっている GU、ユニクロ、ザラでそれぞれ秋コーデを組んでいきたいと思います。今年の春からねやっている企画なんですけど、前回の春夏と結構好評で、今回はですね秋コーデ組んでいきました。もうすでに買ってあるんですけれども、ちなみに予算は、まあ、秋服っていうこともありまして、前回夏服が1万円だったんですけど、今回は1万5000円でそれぞれのブランドで秋コーデ組んでいきました。今回もとっても可愛い秋コーデができたかなと思いますので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあもうすでに購入してあるので、まずは購入品から紹介していきます。ではまずは以前と同様 GU から紹介していきたいと思います。一つ目がじゃじゃん、こちらでございます。こんな感じのブレザーなんですけれども、ダブルボタンになっていまして、ここもねゴールドになっているので、ちょっと普通のジャケットよりはもう少し綺麗めというかな印象が出るジャケットになっております。私もジャケットよく着たりはするんですけど、あんまりこういった綺麗めに振り切ったようなジャケットは
思っていなかったし、でも気になってはいたアイテムだったので GU で見つけて、あ、このジャケットいいと思ってこれを使いたいなと思いました。でこれがね、お値段が4990円なんですけれども、安いですよね、アウターって考えると。作り的にはやっぱりどうしてもチープ感はあるかなっていう風に思います。生地も結構柔らかめで、ちょっとシワがつきやすそうな生地かなっていうのを思ったのと、形が着てる時はいいと思うんですけど、こうやって持った時とかに形がちょっと崩れやすいかなっていうのと、あとボタンも若干チープ感があるかな。本当にここを気にするっていう方はボタンを変えたりしてもいいと思うんですけど、でもデザインはとっても可愛いし、こういうジャケットを挑戦してみたいっていう方にはいいんじゃないかなと思います。今回私はオーバーサイズな感じでゆったり着たかったので L サイズにしました。では続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。本当にシンプルなタンクトップ、カップ付きで、後ろが結構がっつりとガバッと開いているので、まあ秋だったらやっぱりこの上からさっきみたいにアウター羽織ったりすると思うから、あんまり見えないかなとは思うんですけど、まあ、まだまだ多分暑い日はあると思うので、そういう時はこれ1枚で着てあげても背中は綺麗に見えるかなっていう風に思います。やっぱカップ付きだからね、めっちゃ安心できる1枚で楽ちんなトップスです。でもこれもちょっと生地が薄めかなって感じるから、よく見るとこのカップがちょっと透けて見えちゃうかな。インナーとしてもね使えると思うので、1枚持っておいてもいいかなっていう風に思います。では続きまして3つ目がじゃん、こちらのパンツをゲットいたしました。これみんなめっちゃ可愛いしマジで使えると思うんですけど、これねメンズアイテムなんですよ実は。だから結構大きめ、ほんとゆったりした感じで着れるカーゴパンツです。カーゴパンツでもいろんな形あると思うし、シルエットも割と細身なものだったりとか、ストレートなものとか、裾にかけてシュッてしぼまるような感じの形だったりとか、いろいろあると思うんですけど、これはめちゃくちゃオーバーサイズな、ウエストを落として履くような感じのカーゴパンツです。で裾はクロスできるようになってるので、自分の好きな形に変えられます。一番広げるとこんな感じで、ストレートかなの感じで履けるんですけど、この紐もこんな感じでね、ここにループがついてて中にしまえるようになっていました。でも結構ねこれ股下が短い感じのパンツになっているから、まあ、スタイルアップさせてカゴパンツ履きたいっていう方には向いてないけど、本当にもうルーズに履きたいっていう方にはすごくおすすめです。でウエストのところはこのゴムも入っててボタンついてて、さらに紐もついてたりとかするので、自分の好きな大きさに変えやすいので、そこもいいなって思いました。割と夏とかでも涼しく着れるぐらいの生地感になっているし、めっちゃ薄いっていう感じもなくて、とってもいいなって思います。はい、ということで以上3つでコーディネートは完成するんですけれども、私こう店内をねバーって見ていて、このコーデにしようと思って決めて試着室に向かう時にあるアイテムを見つけて、あ、これもいいかもと思ったんですよ。セールのアイテムだったんですけれども、390円かなんかで、えっと思ってワンコインで買えるのこれと思ってびっくりして、それもねちょっと買ってみました。そちらがじゃじゃん、このT シャツでございます。ラグランのね T シャツなんですけど、これがミニの T シャツでちょっと短めになってて、ネイビーとプリントはボルドーっていう配色がすごく可愛くて、これは結構生地がしっかりしているので、あんまり透ける心配もないかなって思います。あ、やっぱり390円ですこれびっくりマジで。はい、ということで GU の購入品は以上でございます。こちら4点の合計金額が8860円でございます。もう1万円もいらなかったです。なんならねシューズとかも全然買えちゃうんですよね、1万5000円で。まあ、ただ今回もシューズはちょっとやっぱザラとかになってくると予算オーバーしちゃうなと思ったので、自分の持ってるシューズで代用しようと思います。はい、ということでじゃあ早速 GU のコーディネート着替えて紹介していきます。はい、ということでこんな感じで GU コーデ組んでみました。じゃじゃん、いかがでしょうか。まあ、今回もテーマは海外っぽい感じのスタイルを作っていこうかなと思って参考で組んだんですけれども、結構海外っぽいコーディネートできたんじゃないかなって思います。カーゴパンツがやっぱりね今はすごく海外でも日本でもトレンドになっているので、このパンツがねやっぱりいいアクセントになっているんじゃないかなと思います。でこのジャケットも着てみるとやっぱりすごく形も綺麗だと思います。袖がやっぱり下ろしてるっていうのも可愛いは可愛いんですけど、ちょっとこう重ための印象になっちゃうかなって思うので、少しまくってあげたりしてもスッキリ見えていいかなと思います。今回足元はローファーをね合わせてみました。スニーカーでも可愛いしブーツとかでも可愛いと思うので、シューズは割と何でも合いそうなコーディネートかなと思います。この中のタンクトップも1枚でやっぱり決めれるので楽ちんです。中もこのぐらい開いてます。
結構がっつりですよね。ジャケットのカッチリ感とカーゴパンツのラフなメンズライクな感じがミスマッチかなと思いきや、意外とミックスされて可愛かったりするので、もちろんジャケットはなんか普通にデニムとかでも可愛いし、スラックスとかスキニーとかでも合うと思います。カーキを使うことで結構秋っぽい感じのコーディネートに決まるかなと思うので、このパンツ本当におすすめです。じゃあ番外編というかではあるんですが、 GU はね、あの T シャツもあるのでそっちも一回着てみたいと思います。はい、ということで T シャツ編でございます。こっちも可愛いですよね。よりちょっとカジュアルな感じになったかな。タンクトップを着るのに抵抗があるっていう方とかはこういう T シャツを合わせてあげても可愛く着れるのでおすすめです。本当にこの T シャツもめちゃくちゃ無難で使いやすいですよね。夏はこのジャケットはなしでこんな感じで着てあげても可愛いと思います。ちょっとヘイリーっぽいコーデかな。カーゴパンツにミニ丈のトップスを結構着るので、ヘイリーってそんな感じのコーディネートかな。はい、ということで自由な秋コーデはこんな感じでございました。はい、ということで続きましてこちらユニクロの購入品を紹介していきたいと思います。今回ユニクロはね、悩んだかな。一番ユニクロと言ったらあれだよねみたいな感じのアイテムを揃えました。じゃあ早速紹介していきます。まず一つ目がじゃじゃん、こちらでございます。こんな感じのデニムジャケットをゲットいたしました。まあやっぱりユニクロと言ったらデニムのイメージが強くて、まあ、前回も前々回もかな、デニムを使っていたと思うんですけど、今回もまあデニムを使わせていただきます。でこのデニムのジャケットなんですけど、まあ、レディースでもねデニムジャケットあったんですけど、レディースがちょっとデザインがショート丈な感じだったりとかして、私今回ジャストというかオーバーすぎもせずショートでもなく普通な感じで着るデニムジャケットが欲しいなと思ったので、このメンズのデニムジャケットが理想の形に近かったのでこちらを選びました。フロントのデザインがすごい可愛くて、なんか珍しい感じのデザイン で後ろにはこんな感じでタックがピッピッと入っております。でこのデニムジャケットなんですけど結構柔らかめなんですよね。若干ストレッチ効いてて動きやすいです。で色味も結構深めなので、まあ、秋冬とか AW っぽい感じで着れるかな。では続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらのキャミソールをゲットいたしました。ユニクロもねインナーはキャミソールでかなと思うんですけれども、まあ、同じ感じのホワイトのキャミソールで、これは後ろがクロスになってます。でこれもカップがついているので1枚で着用が可能です。さっきの GU のタンクトップとユニクロのタンクトップで言うと、やっぱこっちのユニクロの方が若干生地は厚かったりとか、よりもちもちとした感じかな。伸縮性も結構あって、 GU のものよりはしっかりはしているなっていう印象です。あとこっちの方がやっぱちょっと透けにくいは透けにくいかな。結構体にフィットするような感じのタイトめなキャミソールになっております。では続いてでラストでございます。ラスト3つ目がじゃじゃん、こちらのパンツをゲットいたしました。ユニクロジーンズ、私3本目かな、これで全部企画で購入してるんですけど、こちらのジーンズをゲットいたしました。これがスリムフレアジーンズっていう風に書いてあって、だからちょっとねフレアになってるんですよ。めっちゃフレアになってるわけではないけど、裾にかけて若干広がっているので結構足も綺麗に見えます。スリムフィットなので割と足に沿うような感じの細身なパンツにはなっているんですけれども、これも伸縮性があるのですごく履き心地も良くっていいなって思いました。私今回サイズ26を購入してるんですけど、やっぱり私はお尻周りとか太もも周りがサイズがあるので、そっちに合わせるとやっぱりどうしてもウエストはね緩くはなってきちゃいます。だからこれもちょっと緩いは緩いんですけど、ウエストが緩いのはベルトとかでどうにかなるかなと思うのでこちらにいたしました。でね、まあ皆さんお気づきの通り今回はですねデニモンデニムをしていきたいんですけど、若干ちょっとね色は違うんですよ。こう見るとデニムジャケットの方が濃くって、でこれメンズアイテムなので、メンズアイテムだったら同じような色味でデニムがあったかなんですけど、やっぱりパンツってレディースのものよりももっとウエストが強めになっているので、やっぱりそれだとちょっと綺麗に着れないかなと思って今回はこっちのレディースのパンツにしました。まあでもなんかめっちゃ違うってわけでもないから、まあまあごまかせそうかな。と思います。はい、ということでユニクロが以上3点なんですけれども、合計金額が1万970円でございます。1万円ちょっとでコーディネートが組めました。早速ユニクロ方で着替えていきたいと思います。はい、ということでユニクロコーデでございます。ユニクロといえばデニムってイメージがあったので、今回デニモンデニムで組んでみました。上としたね若干ちょっと色味が違うんですけれども、まあそこまで気に
にならないかな。本当にガッチリ合わせたいっていう方は気になっちゃうかもしれないんですけど、遠目から見た時とかはあんまり気にならないかなとは思うので、この合わせも結構可愛くていいかなと思います。このパンツも結構足にフィットするような細さの若干フレアな感じのパンツになっていて、結構きれいめな感じの印象が出るかなと思います。もちろんスニーカーでもブーツでもありますけど、私は結構こういったローファーを合わせるのが可愛くておすすめです。中はまあ白のタンクトップで、すごくシンプルな感じにしてます。やっぱりでもこのユニクロのデニム、めちゃくちゃ柔らかめな感じのデニムだから、すごいデニムオンデニムだけど窮屈な感じが全然なくて、着心地もとても良いです。はい、ということでユニクロコーデはこんな感じでございました。はい、ということで続いてでラストでございます。ラスト、じゃじゃん、ザラで購入したものを紹介していきます。ではまず一つ目が、じゃじゃーん、こちらでございます。サテンのワンピースをゲットいたしました。私ね、今季やっぱりこういったワンピースをめっちゃ買ってるじゃないですか。すごい気になってるんですよ、こういう女性らしいアイテムが。そうなので、こちらのワンピースをチョイスしました。やっぱりサテンだからすごく上品な感じのワンピースになっていて、とても高見えしますよね。なんだけどでもこの背中のところは結構ガバッと開いてたりとかして、割と大胆なデザインになっていて、そこも可愛いなと思います。でこれは肩紐もしっかりと調節できるようになってるので、横のところもできたりするんですけど、夏の時期はこれ1枚で着ても可愛いし、なんか T シャツと重ねて着てあげてもミックスな感じのコーデで可愛くなると思うし、本当にオールシーズン着れるようなアイテムだと思います。続きまして2つ目が、じゃじゃん、こちらでございます。鍵編みニットを購入いたしました。これわかるかな、こんな感じで花柄がついてるんですよ。花がピョン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 ってついてて、とっても可愛いんです。これが鍵編みもそんなに大きすぎず細かすぎもしなくって、とってもちょうどいいぐらいの鍵編みニットになっているので、着やすそうかなっても思います。こういった鍵編みニットって今結構海外の中でもトレンドになってきていて、ピンタレストとかで見てみても、こういった鍵編みのニットを重ねてきたりとかしてる方が多いので、秋は注目のアイテムかなと思います。結構ゆったりとしたニットになっているんですけれども、前の方がちょっと短くなってたりとかするので、ルーズすぎなくってとても綺麗に着れるニットになっております。こういった鍵編みのニットならすごく風通しがいいので、この秋とかには特におすすめなアイテムですね。秋とか春とか。はい、ということでザラは以上2点でございます。こちらの合計金額が 12,980円でございます。13,000円で良かったですね、今回予算。じゃあ最後着替えてコーディネート紹介したいと思います。はい、ということでザラコーデこんな感じでございます。じゃん、今回のザラはちょっと大人っぽい感じのルックだと思うんですけれども、まあ私が行った店舗がちょっとあれだったかもしれないんですけど、結構なんかこういうきれいめな感じのアイテムが今季多い気がしてて、なのでまあそんな感じで組んでみたんですけど、やっぱりこの鍵編みニットはこういったきれい系な時でも着れるし、デニムとかにも合うので、すごく着回しの効くアイテムです。でまあ今回はこのサテンのねワンピを合わせてみました。やっぱりサテンを入れるだけですごく大人っぽくきれいめな印象になるし、女性らしくもなると思うので、このワンピも結構いろんな時に活躍しそうかなって思います。でこのニットがすごくルーズな感じで、裾のところも外側が落ちるような形になっているので、すごくスタイルアップもして見えるかなって思います。この絵感も出て見えるかなというふうにも思うんですが、で私の絵の着方がもう一個ちょっとあって、このニットをこのワンピの胸のところ、このワンピが結構胸元が下目っていうか割と下の方にあって、ちょうどいい位置にあったので、ここにちょっと前だけこうやって入れてあげて、ここをねちょっとこうタプッとさせてあげて着ると、このニットが結構短くなるので、よりスタイルアップして着ることができます。なんかちょっと違和感もあるかもしれないですけど、そんなにおかしくはないかなと思うので、こういった感じでよりこのニットをね短めにしてあげて着ても可愛いかなと思います。しかもこういっためちゃくちゃ短めのショート丈な鍵編みのニットっていうのも結構多かったりするので、そんな感じのイメージでちょっと工夫してあげるのもいいかなと思います。はい、ということでザラの秋コーデではこんな感じでございました。は
い、ということでこんな感じで今回は3コーデ組んでいきました。いかがでしたでしょうか。今回の秋服は結構ね、私も好みな感じのコーディネートが組めたんですけれども、今回の秋コーデはね、全体的にまあすんなり決まっていったかな。ちょっとユニクロが時間かかった感じがありましたね。まあでもデニムとかは間違いないアイテムだと思うので、いい感じに組めたかな。今回の3コーデの中でも GU のコーデが結構私今気に入ってて、ブレザーのカーゴパンツがマジで私激推しアイテムなので、ぜひ皆さん見てみてほしいんですけど、でまあ今着てるこのザラのコーデもね、ちょっと新しい感じで良かったんじゃないですかね。どうだろう。結構ね、私最近紹介もしてますけど、ワンピースとか少し女性らしいアイテムも気になっていまして、こういったコーディネートにもねチャレンジしていこうかなって思います。はい、ということで今回はシーズンごとにやっている GU ユニクロザラの秋コーデを紹介していきました。今回はね予算1万5000円だったんですけれども、また次冬は冬か、冬予算いくらになるんだろうな。やっぱザラがちょっと値段が張る気がするから2万円とかになってくるのかな。楽しみです。はい、ということでじゃあまた約3ヶ月後かな、12月ぐらいですかね、できればいいなと思います。よかったらぜひ皆さんのお気に入りのコーディネートもコメントしてくれると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。